正解率 5% 以下の雑学問題。江戸時代の武士は不意打ちを食らう可能性を考慮してとある体勢で寝ていました。一体どんな体勢？いや、これあれでしょ、あの日村謙信がなんかこうやってこう刀をこう携えて寝てましたよね。武士とかっていうのはそうなんじゃないですか。なんか座って寝てる。正解は利き腕を下にする。江戸時代に描かれた絵には利き腕を下にした武士の絵が多く残っています。続いての問題。生魚を切ったものを刺身と言いますね。その言葉ができたのは室町時代。切っているのだから日本語としては切り身というのが正しいそうですが、そうならなかったのには二つ理由があります。一つは何の魚か分かりやすくするため、切り身に魚の尾ひれを刺していたから。もう一つの理由は何でしょう。刺身に尻尾が刺さってたんだ、昔は。何の魚か分かるために。へえ、なんかそっちにびっくりしてから、なんかもう一つの答えとか全然出てこないんだけど。刺身、串に刺してた、あの焼き鳥みたいに。お皿とかに持ってなかったのかもしれないですね。正解は切るという表現が好まれなかった。あー、なるほどね。あー、なるほど。日本刀が作られ戦が盛んだった時代でもあります。そんな時代に切り身という言葉を日常生活に織り交ぜることを当時の人々はよく思わなかったのです。あー、そうですよね。続いての問題です。北海道は海に囲まれているため漁業を営む人も多い地域です。しかし一方で密漁が行われていたことも。正当に漁業をしている人は困ったため、漁船にある工夫をして密漁対策を行いました。一体何をしたのでしょうか。漁船の旗じゃないですか。旗で見分けてた。どの地域でも、でも旗はやってるか。でも旗でしょ。でもなんか漁船にある工夫をして密漁対策を行いましたって旗じゃないの。違う？正解はパトロール中と書いたステッカーをつけた。普通の漁船ではなくパトロールをしている船だと思えば、密漁の数は当然減りますよね。ステッカーを貼っただけで迷惑行為を減らすことに成功したのです。続いての問題が最後の問題になります。正解率 1% の問題。選挙とは国民によって政治家を選ぶためのものですが、それ以外にも過去に2回だけ政治家以外のとある商売を選ぶために選挙が日本全国で行われています。1951年、52年の2回です。一体何の商売の選挙だったのでしょうか。商売の選挙？これわからんな。わかる方いますか、これ。だって政治家を選ぶ以外に選挙をやってたっていうことを初めて知った。国民によって国民によって、国民によってみんなで決めようっていうことでしょ。で、日本全国で行われています。それはもうアイドル総選挙や。わかんないよ、わかんないよ。正解見ます。正解は何でしょうか。正解はお米屋さんですって。第二次世界大戦終戦直後、お米は当然配給制を取っていました。そんな貴重なお米を民間の業者に任せていいのかということで選挙が行われたそうです。で、当時は本当なんか食料が自分たちの手元に届くっていうのはやっぱり本当になんかこう死活問題だったっていうことですよね。なるほどね。皆さんはいかがでしたでしょうか。いくつ正解できましたか。僕はほとんどっていうかもう全然正解することができませんでした。いやー、これは難しいですね。でもなんか知らなかったことを知ることができて、ちょっとお利口さんになってお得な気分です。また、ぜひ雑談動画、見てくれれば幸いです。本日の配信もご視聴ありがとうございました。